皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。クリエーショングローバルの大和です。今日はですね、フットワークバトルトーナメント、シカゴフットワークのチャンピオンを決める、日本一を決める大会です。そちらの模様を、ご覧いただきたいと思います。それではどうぞご覧ください。 Enjoy the show。昨日ちょっと踊りやったけど、まあベストではないけど、肉体は別にベストじゃなくてもいいんですよ。本当はベストはいいんだけど、肉体もね。けどメンタルが落ちてる時に肉体がカバーすることはできないんだけど、肉体が落ちてる時にメンタルでカバーすることができるから、まあまだまだメンタルズーンってなってんだけど、ここでね、なんか飼い犬が死んだとか起きてたら本当に俺もやばい状態だったから、ここは負けてない、昨日も夜だから高まりすぎて寝れなかった興奮しすぎて、まあ風も引いて体調も崩してあったけど、できる限りのことはしたかなとは思います。はい、しゃあ、じゃあ半日目指して行ってきます。おはようございます。おはようございます。今日バトルトレイン東京、はい、いよいよやってきました。意気込みは、まあ、バトルトレイン東京っていうものをロサンゼルスで知って、まあ、このためにちょっと帰ってきた部分もあるんで、今日の、まあ、ロスでの今までの集大成を今日全部見せたいと思います。じゃあ頑張ってこっち行ってください。はい、シーズン。ルール説明の方をさせていただきたいと思います。じゃあまずですね、バトルは個人戦のみでございます。皆さん個人個人でバチバチと火花を散らしていただきたいと思います。先攻後攻それぞれ2セット1バトル5分ほどでございます。でですね、勝敗を決めるのは皆様オーディエンスの歓声になります。歓声が多い方が勝者となります。そして優勝者には、そうそう、こちらでございます。BGT オリジナルチャンピオンベルトと賞金3万円でございます。ぜひぜひ盛り上げていきましょう。よろしくね。こちらでございます。そうそう、山本ちゃんも離さないようにしないとね。山本3連覇かかってますからね。そうですね。
前回もそうだったけど、ビーティーとタケヤと両方とバトルすることになったなって思ってた、優勝するには。で、今回もビーティーが出ないって聞いてたけど、もし出てたとしたら全員と当たる気がしてたの俺が。今回ミキちゃん出ないから、まあミキちゃんとタケヤは多分両方頑張ります。皆様謙虚ですね。まあこの2人倒さないで、やっぱ今年ね出ますね。さあじゃあ行きましょうか。こちらで戦国を決めていきたいと思います。ルーレットスタート。クマルーレット回ったので先攻後攻が決めていただきましょう。じゃあ先攻で。じゃあ先攻、みんな頑張ってもらいますね。ありがとうございます。俺も全番組違いをそのまま受け継いでもらって。さあビーズの方もどうでしょうか。さあ1回戦目から白熱の戦い、それでは行きましょうか。注目の第1回戦音楽スタートでございます。カウカウカウ。
バトルして2人ともバトルトレインの肩フットワーククラブっていうトップフットワークチーム同士の対決ですよね。あれやるの？なんか寝違えたんだって。もうこっちが痛いんだ。そう、もうでこっちもね優勝候補のウィージーなんですが、ちょっといなくてよかったね皆さん。待ってるよ。中国の試合でございます。ヤマト、ワンタン
目でございます。さあ盛り上がりましょうね。ヤジも大歓迎でございますよ。こちらがどのように勝ち進んでいくのか見ものでございます。さあ続きましてこちらのゾーンに行きましょう。クリエーショングローバルのミキです。今回からレコメンドのコーナーを担当します。
今回プリズムがおすすめするのはドイツ出身のエレクトロポップバンドクレアです。彼らは2012年にバンド結成し、その翌年2013年に EP ゲームスシングルを発売して、それがインターネットを中心となって、きっかけとなりメジャーレーベルを契約しました。その後、アルバムもリリースして現在ヨーロッパを中心に活動しています。昨年2015年に発売されたラセニアイという、この曲は2014年に彼らがロンドンツアーの際に楽器を乗せた車を盗まれた、その事件からインスパイアされた曲です。この楽曲のショートムービーが作成されていて、それがクレアの YouTube チャンネルに載っているので、そちらもぜひチェックしてみてください。ポップだけどどこかノスタルジックな香りのするクレアの音楽、私もドライブの時に、もう一回聴いてこうノリノリな感じになるので、皆さんもぜひチェックしてみてください。またプリズムが、常にクレアの音楽、インタビューをしてまいりました。その情報がプリズムマグに載ってるので、ぜひこちらにアクセスしてみてください。シーザープリズム TV とは、さまざまなアーティストの情報やインタビュー、アーティストの素顔に迫る企画など、視聴者の皆さんとつながることをメインとしたプログラムです。 YouTube のチャンネル登録・高評価もよろしくお願いします。どうぞ。あ、デイブ、デイブ、オーマイガー。